特撮、特殊な撮影技術によって作られた映像作品。昔から今日までヒーローは子供たちに夢と希望を与えてきた。疾風の塔、重傷マン、このドラマはそんな特撮の魅力に取り憑かれた一人の OL の物語である。あかん、中堅の商社に勤めるごく普通の OL 中村かの。女子力高いですよね。むしろ女は死、女子力だ。実は特撮をこよなく愛する隠れオタクだ。ジェイソンが来る。自分の好きなものを悪く言われたり嫌われたりするのってものすごく怖いことなんだよ。正体を明かさずに生きる日常はサバイバルだらけ。そんな毎日を切り抜ける味方はシシレオさん。自分が苦しいからって弱き者を見捨てていい理由にはならない。どうぞ。そして中村の前に思いがけない仲間が。トライガー推し、リアルってまるで怪人だね。しかし立ちはだかる敵も。好きなものに年とか性別とか関係ないと思う。それはあなたがそうやって考えてるだけで、周りはそんな風に思ってないよ。あんたいくつよ。女の子でそんなん見てるかおらんじゃ。リアルは生きづらい、でも大丈夫。大事なことは全て特撮が教えてくれる。諦めちゃいけない。行け、特撮オタクを終える中村かの。ドラマ10特撮ガガガ、総合テレビ18日金曜夜10時スタート。お母ちゃん恐るべしやで。こういうの好きなんすか。はじめまして、ヒーローショー、これからよろしく。スーツは尻が命ですから。同僚の不始末は私が立つ。いいですか中村さん、狩りです。やっぱり追加戦士は派手じゃないとですよね。よし出動だ。可愛らしいやないのかな。誰かが拾って入れた。どうしよう、死ぬ。いい加減にしてよ。追加戦士とはいきませんでしたか。心狭いな私。クラスメートでも友達かはわからないでしょ。これよくあるあれだ。困難を乗り越えて一つになる定番のやつ、合体ロボですか。あったらいいな、こんなグラビア撮影会。かっこよく撮れてるでしょ。すごい。あの時自分を肯定してくれる、そんなヒーローがいてくれたら。毒ダクト、世界を滅ぼす呪いの刀、必ずその息の根を止めてやる。私、ザクンってなった。彼氏です。お母ちゃん、カノの家様子見てこうかな。もしもし、あんちゃん、どないしたん。お母ちゃん、そっち行った。お母ちゃん来ちゃう。むやみに否定したり、逃げたりもうしない。理解し合えると思ったのが間違いだったんだ。大人は強いもん、かないこない。好きって、そんななくなっちゃうもんなんかな。私は重傷ワンに諦めないってことを教わった。みんなで一緒に強くなろう。